今ですね、ともりさんと一緒にお散歩をしております。散歩してます。千歳から狭山まで歩こうかと。今いきなり道に迷っております。おじさん、千歳から狭山までレッツ。おい、着陸ました。少しはね、今考えてて、はいはいはい、いろんな街を見たいなと思ってるんですけど、こういうの大事なんですよ、こういう。キッキーが食べたくなったらすぐ行けるっていうでもね、ケンタッキーってあんまりないんですよね。そう、実はね。ね、そうなんだ。声優あるのすごくいい。そうなんですよね、声優もあるんですよね。今住んでるのは住んでるとこにさ、近くに声優がなくて、声優本当に何か馴染みがないんだよ。はぁはぁはぁ。安いと聞いてます。とにかく安い。声優は安いですね。近くに大関もあるんですけど、僕も大関よりかは声優の方を行ってます。そうだね、うん、で、僕ね、昔先輩が関西に住んでて、はいはいはい、ちょっとビッグ学校でオールしてたんですしょっちゅう今から関西も来いって言われて。思い出のビッグエコー、うん、このビッグエコー、ほんと来たんだよ、一回ちょっとね、ネットだけの情報じゃなくて、ちゃんと結構時間かけて、大掛かりな引っ越しプロジェクトにしようかなでもね、なんかその近くのスーパー 何メートルでここありますみたいな、ね、そうだね、やっぱね、今の家がほんと東京来てから俺1回しか引っ越ししたことなくて、うん、今の家は13年かな、13年住んでるんだけど、うん、もうそうなっちゃうとさ、もう変えられないじゃん、生活のさ、便利さみたいなのは、うん、それをやっぱね、長いこと住んでしまったもんだから長いこと住んでしまったもんだから慎重に行きたいわけよ。次住むところを失敗したくないじゃないの、うん、そんなテンションっていけないわけ。あれ、ここがマンションやったような気がするな。あ、かもしれないね。ここに餃子のマンションあったような気がするけど、変わったんやな。中華屋さんに変わったんやな、これ。まあでも別に餃子食えるし。まあまあ確かに、うん、よし、そしたらまたもうちょっと烏山を見て回りたいと思います。タピオカを買いました。ラビットというお店でタピオカを買って。今ですよ。今ですよ。タピオカですよ。びっくりしましたね、ちょっとね、さっき。アイスクリームを入れてましたから。某アイスクリーム。某アイスクリームを。しっかりコンビニに売ってる某アイスクリーム。目を疑いましたよね。まあまあいいんですよ。なんかチーズイチゴティーみたいな感じのものを買いまして。小丸さんも黒糖アイス。タピオカみたいなのね、いただきましょう。うん、これを飲みながら帰りたいと思います。